こんにちは。こんにちは。豆だずクッキングへようこそ。とても夏も深まり、暑くなってきましたね。それはそうなんですけど、はい、ちょっと一つだけですか。はい、先生、はい、気分が夏すぎて、はい、サングラスをかけるようになったんですか。そうなんです。すみません、ちょっと目を整形しましてですね。いや、違いますよね。皮膚病にかかってしまいまして、あのサングラスで対応させていただいております。皆さんもね、あの目をかきむしりお気をつけください。今日はですね、はい、私どうしても作りたいものがございまして、ちょっと澤部君にね、ちょっとお手伝いいただきたいと思うんですけれども。私組んだんですね。巨大チヂミを食べたい。なるほど。チヂミといえば韓国料理ですよね。はい、まあ、巨大といいましてもホットプレートでこれくらいのチヂミを今日は2人で協力して作っていきたいと思っております。じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。夏なんで、ここ坊主なってます。あ、いいわ、もう一生触れちゃう。スクイーズと一緒。材料はこちら。ニラ、玉ねぎ、人参、片栗粉、鶏ガラスープ、小麦粉、以上です。なんと簡単でございましょうか。意外と少ない材料でできるのね。そうなんです。ザク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 。でもね、あの大きいものを作るので結構ね、材料自体はこう多めに使うのよ。じゃあサワデーさんには人参の皮むきを一旦お願いしていいかしら。わかりました。ちゃんとレシピ見ないと。ごめんなさい、なんでしょ。いや、これ剥きやすいなと思って。あ、でも私全然入ってなかった。また初心者やっちゃったよ。パラスティカ、こんなニラ入れんのよ。いやいや、亀田先生ニラ好きよね。大好き私、唐突にニラ玉作ったりするもんね。そう、ニラ玉とあと納豆オムレツが好き。卵のなんかそういうのが好きなのかな。そうだけどね、焼き卵は食べれないのよ。なんでだよ。大丈夫よ。あ、ごめん、ぶっ飛びちゃった先生。あ、大丈夫よ。キャッチハムやっていい？いいよ。あ、いた。やばいぞ。開きました。なんて言って食べさせるの。もし自分のさ、子供がさ、人参嫌い、ママこれいらないから抜いてって言われたら、ん、あんたの好きなアンパンマンだって毎日人参食ってるけど。アンパンマンはご飯食べないもん。ん、食べるよ。食べないよ。いつもみんながパン食べてる時、アンパンマンは一人で立ってパン工場の隅に立ってるだけで食べさせてもらえないんだ。違うよ、アンパンマンだってね、あんたたちが知らないところでね、食べてんのよ。裏で食べてんの。裏で食べてんのよ。じゃないとおかしいでしょ。だってじゃああんた食べないで、あんた幼稚園行けんの。行けるよ。行けんのね、うん、じゃああんたもう食べなくていいわ、人参も。えな、ご飯食うな。えご飯を食うわな。食わずに幼稚園に行け。もう論破。幼児に論破。パラティカ、小麦粉、片栗粉、鶏ガラスープ、水、醤油を混ぜ合わせた。これ生地の元だね、これがね。ここに野菜を突っ込んで焼くだけってことしよう、うん、でもね、野菜がこんなにあるの皆さん見てください。ちょっと入れてみよっか。うん、入れて入れて。でもさ、こんなもんだね。こんなもんだわ、チヂミって。なんかはい、できました。チヂミの種完成。今温めてる間に、もうつゆはね、あの混ぜるだけなので、うん、お醤油とお酢とお砂糖とラー油を混ぜるんですけど、うんうん、中学の時合唱祭あった？あったあった。え、何歌った？時の旅人歌った？時の旅人、汗を拭く歩いた道の野原に見つけた小さな花、幼い日の手のぬくもりが帰ってくる。汗を拭って歩いた道、離れが歩いてた小さな。これめちゃくちゃいい歌なんだよ。これいい歌だよね。大体さ、時の旅人、コスモスとか、生き物係のエールとか、ありがとう。違う。それはありがとう。パラティカ。じゃあ入れます。すごい。汗を拭く歩いた道の小さな花、中
学の時の記憶がほぼないんだよね。いや私もない。毎休み時間ごとに友達と、うん、なんか池見に行ってた。ちょっとちっちゃい池があって、うん、そこに鯉とかカメとかいて、うん、同じ部活で近所に住んでるあやちゃんって子がいたんだけど、さくらが今日あやちゃんも誘おうって言うからいいよって言って、あやちゃんを一緒に池に行こうって、あやちゃん初めて池に連れてた。池ってさ、こうやって石でこうなってんじゃん、はいはいはい、ちょっとこう池の中にも石が何個かあったりして、ちょっとこう渡れるようになってる、はいはいはい、でなんかそことか使って鬼ごっことかしてた。あー、はいはい、3人で鬼ごっこやったらもっと楽しいんだねって言って、うん、あやちゃんと一緒にいたらあやちゃん息落ちた。パラスティカ固まってる。固まってんじゃん。あ、いけるかも。いける。ちょっとこれ豆田さんやった方がうまいから、お好み焼きの時も。そうだそうだ、良さそう。あ、いいじゃんいいじゃん、いくよ。いいよ、いきます。はい、せーの、おーすごーい、すごいすごいすごい。こちら失敗なくなってきたわ、完全に。いや、天才って可能性出てきた。やった。ちょっと伸ばすのはあのちゃんとできたよって言って、ここほぼ野菜焼きだけど。パラスティカ、じゃあ食べましょう。はい、はい、いただきます。もう食事だから完全にいいのね。いただきます。おいしい。おいしいな。もうニラの味しかしない。うちのチヂミもちもちしてるね。わかるね、いいね。これはこれで、うん、これはこれですごく美味しい、うん、あでもやっぱり今の時期はさ、こうやってニラとかいっぱい野菜食べた方がいいのよ。そう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 。ニラはまずとても低カロリー、うん、がん予防、むくみを抑える、疲労回復、便秘に良い。結構じゃあいい食べ物だね。健康にも美容にもいい。あ、じゃあ大丈夫ですわ、うん、いくら食べても大丈夫。大丈夫。やっぱりなば100人乗っても大丈夫。今やってんのかなこれね。なんか昔よく見たけどさ、うん、でも何の CM 出たい？いや私絶対一本満足バー。あんた一本満足バー？絶対一本満足バー出たい。マメさんは？私ハッピーセット。ハッピーセット、わーみたいなやつやりたい。なんかちっちゃい子役とかないかな。それかムーニーマンとかの。おむつって私におむつ履かしてくれる。いやマジで、いやマジで怖いわ。ビーズリーチか知らないわ。あービーズリーチやってるよね、うん、よくね。Bダッシュの広告、あのボブサップ出てくるやつ。あー好き。指輪とボブサップないでしょ。あそうそうそう、ボブサップと会いたい私。いいじゃん。で私前すごいやりたかった企画が、ボブサップと肝試し行けば怖くないんじゃないかっていう。あー怖くないかも。お化け側の方がビビっちゃうもんね。そう、その心理状態ってやっぱりボブサップが近くにいるってやっぱ安心感って作用すんのかなっていうのをちょっとね気になるな。気になってたんだけど、これは後で、うん、食べましょう。ゆっくり食べます。はい、ごちそうさまでした。パラスティカ、今日は2人で超巨大キチジミを作ってみました。はい、もうあの夏なんで、うん、食欲落ちたりすると思うんですけど、こういうのだったら多分もっと食べれると思うから、ぜひみんなにも作ってほしい。巨大でね。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、パラスティカでした。めっちゃ雨降ってる。嘘嘘嘘嘘。おー、本当に嘘？嘘、本当？嘘嘘。わかんなくないね、嘘なのか本当。嘘、本当？嘘嘘。